行け、マスターオブドラゴンナイト攻撃。私は忘れない、次こそギタギタにしてやるわ。もう一人の僕は弱虫だ。だから今僕が戦うよ。違う、待ってくれ相棒。もう君はいらないよ。今は僕のターン。うわー、ドロー。おっと、この瞬間俺様の手玉墓地から勝つ。墓地にやれた時、このカードは特殊召喚できる。現れろミリレベルマッチダンガール。私高町ビビオン10歳。そんなザコモンスターを召喚したところで何ができる。おいおい社長、知らないのか。何、デュエルモンスターズの世界にはホワイトデビルからたった一人の子供が存在する。バカな、ホワイトデビルの娘だと。ミリデビルマジシャンガールは墓地にある。ホワイトデビル攻撃力の半分だけ攻撃力アップ。やべえ、勇気のモンスター攻撃力が一気に逆転だぜ。小心者め、たかが攻撃力6000のモンスターくらいでいきなり強気に出たな。このホワイトデビルを倒すこともできる俺にそんな手が通用せん。あなたなんかビビオのママを怪我させるか。攻撃してこい小娘。そして俺のトラップの餌食となるがいい。何勘違いしているんだ。何、僕はこのターンまだモンスターを召喚することができる。僕のフィールドにロビーモンスターがいるとき、このカードは生贄なしで召喚できる。いでよレベル5召喚。アクセラレータの本名が涼しなユリコちゃんだ。愉快に素敵な妄想してんじゃねえよ。そっちだと同じくロビーモンスターがいるとき、手札のバーサーカー特殊召喚できる。現れろバーサーカー。あなたはビビオのママをどこかにさらった。俺の前に立ったクソ野郎、普通ならミンチになるんだぜ。バカな、あっという間に3体のモンスターを召喚しやがった。俺勇気、俺は決して認めんぞ。この瞬間敵じゃねえ。まだだよ、まだこれからだ。さらに僕は手札よりマジックカード発動。このターン自分のモンスターが全て追加攻撃できる。なれ、そんなカード汚ねえぞ。そんなカードは断じて認めん。あまりに非科学的だ。無駄な抵抗はやめてみんなを滅びちまえ。行くよ海馬くん、城之内くん。ミリレビの特殊効果発動。ミリのママファイト。そしてマスターオブドラゴンナイトに攻撃。かかったな。強力なモンスターのみに頼った愚かなデュエルがいかに脆いか教えてやる。リバースマジックオープン。収縮。へえ、収縮は場のモンスター1体の攻撃を半分にするマジックカード。返り口だマスターオブドラゴンナイト。残念ながら海馬くん、ミリレビルバトル時ダメージをゼロにして相手モンスターを破壊することができる。さらに守備モンスターを攻撃する時、相手モンスターの守備力を上回った数値分相手にダメージを与える。なんだと、いけミリレビル追加攻撃。ハッ、全滅だと。まずい、海馬の野郎のフィールドから気になった。焦るなよ城之内くん、次は君だよ。え、レベル5の攻撃。そうだよ、ちっとばっかし無理して出てきたっていうのによ。なんだこのバカみたいな算下。やべえじいさん、こいつに気をつけろ。こいつの精神パターンを読めん。ああ、正直僕も怖い。やつ、僕らには知らない隠された能力がある。華々しく散らせてやるから感謝しろ。ちょっと待て、攻撃力100ポイントで仕掛けてくるなんてどういうつもりだ。レベル5の効果発動。戦闘時に相手モンスターの攻撃力が数値分レベル5の攻撃力アップ。にゃりー、以上の効果発動だ。一度